勝村智夫です。43歳です。15年前にこの会社に入社してからです。ペティナイフ、ちっちゃいペティナイフです。家で料理するときなんかは、それを使って全てやっちゃいます。まあ、VG10 とか、青2ですね、とかですね。あと SK っていう鋼があって、工具によく使われる鋼なんですけれども、そういう鋼をが好きですね。まあ、あの1000年経っても、まあ、ナイフとか包丁っていうのはすごくシンプルな道具なんで、そんなに大きな変化っていうのはないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、すごくいい鋼とか出てきたりするかなとは思いますけど、まあ、基本的な形はあんまり変わらないんじゃないかなというふうに予想しています。嫁さんが作ったカレーです。どっちも大好きです。まあ、夏生まれなんで夏です。パンクミュージックです。まあ、日本の曲ですけど、まあ爆風スランプの大きな玉ねぎの下です。面白いジョークを言っていただけますか。布団が布団だ